アフリカヒゲシバは、ややオヒシバに似た姿のイネ科の草である。南アフリカ原産で、熱帯地方では広く気化している。別名を、ローズグラスやローズ草という。アフリカヒゲシバは、単子葉植物イネ科オヒゲシバ族の多年草である。日本本土ではあまり見られないが、沖縄などではごく普通の雑草になっている。茎の基部は地上を横に這い、節ごとに根を下ろし、 茎を立てる。立ち上がる茎は高さ0.8から1メートルに達する。葉は茎の節ごとに出て、長さ7から20センチメートル、細長く、やや二つ折りになっている。葉はやや灰色を帯びた緑で、艶はない。葉の基部は、幼少となるが、鞘は茎の石管より短く、養心の基部に多くの毛がある。家系は直立する茎の先から伸びて直立し、 先端に7から15本の軸が出る。それぞれの軸には柄のないコボが密接し、軸よりかなり太く見える。それぞれの軸はやや斜めに伸びて真上から見ると放射状に広がる。コボは長さ3 5ト、mm、ル淡い褐色で左右から、扁平、やや末広がりな形で長いものは5ト、mm、ルほどののぎがある。ただし棒はごく細い。そのため、過剰の軸は、 ふさふさした印象となる。コボは普通3個の小花を含むが、最下のものが完全で上のものほど退化する。方 A は単純で第1、方 A はコボの半分以下、第2方 A はコボよりやや短く、短いのぎがある。第1小バは完全で、森 A は先端から長さ2から5ミリメートルののぎを出す。第2小バは、 第一小花よりすべてにおいて小柄で、完全な花をつけることもあるが、小花であったり、森へのみとなることも多い。第三小花は、痕跡的な森へのみである。乾燥した草地に生え、道路脇にもよく見られる。世界の熱帯域を中心に生育しているが、原産地は南アフリカ。セシルローズがボックスとして、これを世界的に広めたことで知られる。別名のローズあるいは、 ローズグラスはこれにちなむものである。日本では本州中部以南の各地に記録があるが、定着はしていないらしい。沖縄県ではごく普通の雑草としてよく見かけられる。殻の先端から放射状に軸を伸ばし、これに殻のないこぼが密生する姿は、おひしバやメヒシバ、行儀しシなどと共通で、ほが太く見える点ではややオヒシに似るが、こぼに脱ぎが多いので印象はかなり異なる。 同族のものは、熱帯域を中心に、世界で約40種があるが、日本に自生するものはない。移入種としては、この他に数種が知られるが、本土では、安定して定着しているものとしては、おひげしばしいバー型があるが、この種では、果女の枝が寄り添うように上向きに伸びる。果女の枝が細くまっすぐに放射状に伸びるチャボひげしば、C トランケイタは一時的帰化とされた。 沖縄県では数種が見られ、比較的普通な紫髭しばしいバーバタスワルツは、ほふ絵えがを出さず、ほが紫色を帯びる。ありがとうございます。